みーずほ、お母さんから聞いたわよ。あんたたち新婚旅行でバリに行くんですって？うん、一度でいいからリゾート地に行ってみたかったんだ。彼とダイビングをしようと思ってて、いろんなアクティビティにも申し込んでるの。素敵じゃない。よし、決めたわ。あなたの新婚旅行、私によこしなさい。え、ちょうど私も彼氏と海外旅行に行きたいねって話してたところなの。でも海外旅行に行くのは二人とも初めてでね。予約とかうまくできるか不安だし、それならいっそあんたの旅行をそのままもらった方が楽だと思うの。そのままもらうって何バカなこと言ってるのよ。新婚旅行なのに渡すわけないでしょ。何よ、姉の私よりも先に結婚できて満足でしょ。それなら海外旅行くらい譲ってくれたっていいじゃない。いや、全然意味わかんないから。何を言おうと新婚旅行は譲らないよ。海外旅行の予約に緊張するならツアー会社に丸投げしなよ。でもそれだとお金がかかるじゃない。個人で申し込んだ方が安く済むんでしょ。あんたはそうしてるってお母さんから聞いてるわよ。だからあんたの旅行はもらいたいの。私も彼とダイビングしたいのよ。じゃあ私が予約してあげるよ。お姉ちゃんのクレカで申し込むからそれならいいでしょ。よくないわよ。それだと支払いが私になるじゃない。え？私は楽をしながら無料で海外に行きたいの。いいから早くあんたと新婚旅行をよこしなさいよ。無茶言わないでよ。自分がどれだけアホなこと言ってるのかわからないの？はあ？あんた、姉に対してアホって言ったわね。それに、その生意気な態度。妹のくせに姉に逆らうつもりね。いつも姉の言うことは絶対って言ってるでしょうが。またそうやってヒステリックになって、もういい加減にしてよ。はぁ？あのね、お姉ちゃん。私が理不尽なお姉ちゃんに今までおとなしく従ってきたのは面倒事を避けるためなの。断ったら私が大事にしている物や服はことごとく壊すし、時には暴力を振るってきたこともあったよね。姉は妹より先に生まれてくるから偉いのよ。だから姉の頼みを断るあんたが全部悪いの。逆らうようなあんたを教育してあげて何が悪いのよ。悪いけど私がお姉ちゃんの言いなりになるのはもう終わりだよ。大好きな彼と結婚したし、私はもう別の家族がいるの。私の家族に迷惑をかけるならもう従わないから。妹のくせになんて生意気なの。いつまでも従順な妹でいると思わないで。それじゃあね。みずほちゃんだよね。はじめまして。君のお姉ちゃんと付き合ってるゆうとです。え、お姉ちゃんの彼氏さんですか？いきなり連絡してごめんね。実はさやかがものすごく怒っているんだよね。妹がムカつくってとにかく物にあたぎ散らしててさ、あまりの暴れっぷりにちょっと手に負えなくて連絡したんだ。姉がご迷惑をおかけしてすみません。実は無理のあるわがままを私に頼んできたので、それは私がきっぱりと断ったんですよね。その暴れはただの八つ当たりだと思います。ちょっとだけさやかから聞いたんだけど、海外旅行を譲ってくれないかって頼んだみたいだね。そうなんですよ。しかもその海外旅行は私たち妹夫婦の新婚旅行なんです。それを譲ってくれたなんて馬鹿げていますよね。しかもそれを断られたからって物に当たり散らしてるなんて、本当どうしようもないよね。すみません。そんなことないよ。僕にとってはそんな彼女が可愛いんだし。姉にそんなことを言ってくれるなんて。ではすみませんが、ブチギレの姉のことはそのままゆうとさんにお願いします。私から落ち着くように言っても火に油を注ぐだけなので、ゆうとさんが適当に慰めてあげてください。ではこれで失礼します。あ、待って待って、まだ話は終わってないよ、みずほちゃん。え、僕は君のお姉さんであるさやかがとても大事なんだ。だからできるだけ彼女の願いは叶えてあげたいんだよね。ああ、それは素敵なことですね。確かにさやかは妹である君にとんでもないわがままを言ってると思う。でも君は妹だよね。姉のために譲ってあげようって気持ちはないのかな。はい？ここまで怒ってるさやかなんて初めてだよ。隣で見ていて僕も辛いし、どうか旅行ぐらい譲ってあげられないかな。いやいや、ゆうと様に何言ってるんですか？私たちの新婚旅行なんですよ。うん、知ってるよ。だからきっと素敵なお部屋とかに泊まるんでしょ。そりゃまあ新婚旅行なのでちょっと奮発して素敵なお部屋に泊まりますけど。なら僕としてもとても助かるな。
ちょうどさやかへのプロポーズをする場所を探していたんだよ。どうかその旅行僕たちのために譲ってくれないかな。え？海外旅行でプロポーズなんてかっこいいと思わない？しかもバリの素敵なお部屋だよ。きっとそんなところでプロポーズされたら喜んでくれると思うんだ。無理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 、絶対に無理。新婚旅行は渡しませんよ。姉にプロポーズをしたいなら自分で場所を用意してください。僕だってできればそうしたいよ。でも婚約指輪を奮発して買ったらお金がなくなって。え？ってなわけで海外旅行はタダで譲ってくれないかな。妹ならお姉ちゃんが幸せになるために協力してくれるよね。いや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 、そんなの絶対に無理ですって。あれだけでも厄介なのに、まさか彼氏さんもこんな人だったなんて。将来的には僕は君の義理の兄にもなるわけだしさ、ここで恩を売っておくのも悪くないと思うんだけどな。しかもちゃっかりプロポーズが成功する前提だし。成功するに決まっているじゃないか。だって僕とさやかは相思相愛なんだから。姉の彼氏の頼みだし、妹なら聞いて当然だよね。海外でバシッとプロポーズを決めたいから新婚旅行を譲ったよ。姉なら婚約者がいますけど。え？それでもいいという覚悟があるなら、どうぞ頑張ってプロポーズしてください。新婚旅行を譲ってくれ、別にいいですよ。アマゾン側ツアーに申し込んでるので、かやピラニアに襲われながらでもいいならね。あ、先住民の前でプロポーズ決めるのもいいかもしれませんね。ちょっと待ってよ。婚約者がいますけどって、どういうこと？さやかには僕以外に別の男がいるってこと？詳しくは姉から聞いてください。私も母からのまた聞きなので詳しくは知らないんですよね。そんなの怖くて聞けないよ。ちゃんとどういうことか説明してよ。僕のことを浮気相手だと知ってて今までやりとりしてたの？そうですね。でも人の恋愛に首を突っ込むなんてヤバじゃないですか。しかもあのわがまま放題の姉ですし、面倒なのでスルーしていました。じゃあ僕は本当にただの浮気相手なの？確か母の話では公務員でとても真面目そうな人にプロポーズされたとか、とても嬉しそうに報告してくれたと聞いています。その方のお名前がユートではないことは確かです。公務員？僕コミニバイトのバンドマンなんだけど。ユートさんとは随分真逆な人のようですね。嘘だ。さやかが僕以外の人と付き合ってるだなんて、それに婚約だなんて。またには同情したいところですが、所詮あなたも姉同様に私から新婚旅行を奪い取ろうとした人。名前の言葉だけかけてあげますね。ああ、嘘だ。婚約指輪にバイト代1年分捧げたのに。ではあとは姉としっかり話し合ってください。私はこれで失礼します。ちょっとみずほ、あんたってばなんてことをしてくれたのよ。お姉ちゃんに騙されていた人を助けてあげたんだよ。善良なことしかしてないよ。ふざけんじゃないわよ。あんたが余計なことを彼に言ったせいで即破局になったのよ。余計かな。あの人にとっては必要な情報を教えただけなのに、私にとっては余計でしかないのよ。せっかく婚約指輪も1年分の貯金をさせたのに、なんか最近そわそわしてるし、そろそろプロポーズで指輪ゲットだと思ってたのに、それをもらってからとっとと捨てようと思ってたのに。思った以上に悪女だね、お姉ちゃん。賢いと言ってちょうだい。その指輪を売ったお金を本命彼氏との結婚式費用に充てるつもりだったんだから。そんなお金を使おうって不謹慎すぎるでしょ。お金はお金よ。それ以上でもそれ以下でもないわ。なのにあんたのせいで金の当てがなくなったじゃない。当てがないならまっとうに貯金したらいいだけでしょ。うるさい。貯金があったら最初からこんなことしてないのよ。こうなったらあんたは私に旅行を譲るしかないんだからね。私の計画を台無しにした責任を取ってあんたの新婚旅行をよこしなさいよ。だからなんで結局そうなるのよ。婚約者である本命彼氏がね、海外挙式をやりたいみたいなのよ。それは素敵なことじゃん。二人で好きなように海外挙式のプランを立てないよ。金があればの話でしょ。私はお金が全然ないのよ。買い物大好きだし、ユートと本命彼氏とのデートで私はデート費用2倍だし、貯金なんて全然できるわけないでしょ。そんな恥ずかしいことを堂々と言い切らないだよ。
でも本命彼氏はそんなこと知らないし、むしろ二人で分割すれば挙式費用も問題ないとか言ってきてるし、とにかくあんたの姉は大ピンチなの。妹ならそんな姉を助けると思って海外旅行をよこしなさい。相変わらずむちゃくちゃすぎる。これが最後の姉からのお願いにしてあげるわ。それならいいでしょ。もう二度と無茶な命令はしないって約束してあげる。だからあんたの新婚旅行を譲ってちょうだい。絶対にそんな約束守るわけないよ。長年妹としてやってきた私にはわかるんだから。ああ、もうごちゃごちゃうるさいわね。妹は姉の命令に従わないといけないんだから、さっさと姉の海外挙式のためにあんたの新婚旅行をよこしなさいよ。わかった、好きにしていいよ。いいの？怖くて理不尽なお姉ちゃんの頼みだもの。もう降参だよ。私の新婚旅行を好きにしなよ。急に従順になってどうしたのよ。でもそれが正解よ。姉が要求するものに妹は何でも差し出すべきなんだから。でも新婚旅行を譲るには条件をつけるからね。絶対に本命の彼氏さんと結婚すること。それなら新婚旅行譲ってあげるよ。は？何よその意味不明な条件は。彼とは婚約関係にあるのよ。余裕で結婚するに決まってるでしょ。でも浮気をしたらどうするかわからないじゃない。え？いやー、私ったらつい言っちゃってたんだよね。お姉ちゃんの浮気相手であるゆうとさんにさ、お姉ちゃんの婚約者は公務員だって。なんですって？そしたらたったそれだけの情報で特定しちゃったみたいなの。ゆうとさんたらお姉ちゃんの婚約者さんがいる職場に乗り込んだそうなんだよね。乗り込んだ？嘘でしょ。たった今お母さんから連絡があったの。婚約者さんの職場にお姉ちゃんと付き合ってるって男が現れたらしいって。え？婚約者さんから慌ててお母さんに電話したみたい。何か知ってることがあれば全て教えてくださいって。え？お母さんは突然のことでパニックだし、私はゆうとさんのことを知ってるし。てなわけで今から実家に行ってくるね。職場を早退してお姉ちゃんの婚約者さんが実家に来てるみたいなの。ああ、もう終わった、全部バレた。確かすごく真面目な人なんだっけ。そんな人がお姉ちゃんの浮気を知っても結婚してくれるかな。してくれるならこっちも覚悟を決めて新婚旅行譲ってあげるよ。どうしよう、そんなの絶対に無理よ。結婚前に婚前契約書作ろうねっていうくらいの人なのよ。え？浮気したら即離婚で契約を入れたみたいなの。そういうことがとにかく嫌いな人で、信頼しているからこそ契約してほしいって。あちゃー、金に終わったね。私にはそこから復縁できる未来が見えないや。私にだって見えないわよ。復縁どころか明日の未来も見えないわ。結婚間近だから職場にも退職願いを出したばかりなのに、寿退社の撤回なんて恥ずかしくてできないし、もう何もかもが終わりよ。終わらせたのはお姉ちゃんだけどね。とりあえず私はパニックのお母さんが待ってる実家に向かうね。もし奇跡が起きて復縁できることになったら教えてよ。そしたら新婚旅行は約束通りに譲るから。それじゃあ。私から話を聞いた婚約者さんはすぐに姉に婚約破棄を告げたそうです。しかし姉は必死にそれを説得。別れるなんて言わないで。もしこのまま結婚できたら妹が新婚旅行を譲ってくれるって言ってるの。と泣きついたようですが。妹の新婚旅行を奪ってありえないだろ。やっぱり君とは無理。と婚約者さんは冷たく一蹴。姉は退職願いの撤回もせず、今は無職で実家に引きこもっているようです。ちなみにですが、二股相手のゆうとさんはたまたま働いてるコンビニに行ったら店長に昇格して元気に働いていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。